SCP-1898-A-4 アイテム番号 SCP-1898 オブジェクトクラス、セーフ特別収容プロトコル SCP-1898 はすべて解体して、それぞれの箱に保管されることになっています。全 SCP-1898 はサイトの収容室、1898に保管されています。SCP-1898-A と SCP-1898-B を使った実験はレベル3職員2人の承認が必要です。SCP-1898-C を使った実験はレベル3職員2人とレベル4職員1人の承認が必要です。機動部隊パイ31、通称メビウス、ストリップは SCP-1898 が発見されれば接触することになっています。説明すべての SCP-1898 はユークリッド幾何学に基づかない形になる建築セットです。セットの内容ごとに材料と形は異なります。セットには3つのサイズがあります。スモール、ミディアム、ラージ、それぞれ SCP-1898-A、SCP-1898-B、SCP-1898-C。スモールとミディアムの違いは大きさだけでパズルのように組み立てられ、スモールは高さ 30cm まで、ミディアムは高さ 10m まで組み立てられます。ラージセットはスモール、ミディアムセットより大きく、建物の建築に用いられます。全セットは完全に別の形へと分解、組み立てができます。SCP-1898 のそれぞれ放送が異なりますが、どれもどの陶器にも存在せず、どこにもない、会社、の、非ユークリッド幾何学、と名前が付けられています。各 SCP-1898 のセットの働きのメカニズムは不明です。部品はごく一般的な金属と木材でできており、説明書はありません。被験者が各パーツを組み立て、分解している間に、彼らに何を作っているのか尋ねても被験者はわからないと言います。十分な時間を与えると、被験者は制作不可能な像を作ります。被験者は常にどうやって作れたのかわからないと主張します。異常な結果にもかかわらず、観察者は被験者の異常行動を観察できませんでした。制作不可能な形以外に得意な性質はなく、実験中、後に被験者に異常が確認されることもありません。ラージセットの建築は多数の人手と建築機械が必要という点でわずかに異なります。しかし、常に一人の被験者が部品をどこに置くか決定します。ラージセットでできた家や建物は壁に沿った床と家具、ループする廊下、無限の階段があります。重力関係なく、人は床を歩き、正常に仕事をすることができます。エージェントが、編集済み、街の公共芸術にどう見ても制作不可能な方があるのを報告したことで、財団は初めて SCP-1898 に気づきました。異常性が確認されたので、回収部隊は型の回収と起源の調査に派遣されました。芸術家を割り出し、質問をしました。彼は、非ユークリッド幾何学、建築セットで型を作り、それらを街で販売したことが判明しました。箱は回収され、芸術家はクラス、B 記憶処置を施されました。それから、を超える SCP-1898 が世界中で発見されました。使用セット SCP-1898-A4、被験者 D34578、実験目的 SCP-1898 セットの異常性を測定するための初期実験。結果被験者は部品を組み立て始めました。16分後、非ユークリッド幾何学像は完成。被験者は隔離され、解任まで異常性の兆候の確認のために監視されました。結論セットは非ユークリッド幾何学型の制作のために使用されます。被験者に異常性や精神への影響は確認されませんでした。使用セット SCP-1898-A12 と SCP-1898-A27。被験者 D34693。実験目的異なるセットの部品を混ぜ合わせることができるのか確認。結果被験者は部品を組み立て始めました。25分後、被験者はなんとか両セットを使って一つの型を制作することができました。結論同サイズのセットは混ぜ合わせることができます。使用セット SCP-1898-A8 と SCP-1898-B5。被験者 D34694。実験目的異なるサイズのセットを混ぜ合わせることができるのか確認。結果被験者は42分の間部品の組み立てをしました。転がれるように後ろに折り重なった三角形の構造のように見えました。部品は両セットから使われました。結論別サイズのセットは混ぜ合わせることができます。使用セット SCP-1898-C3、被験者 D34694B、34695B、34696D、34697D、34698D、34699D、34700D、34701D、34702D、34703&D34704 実験目的、ラージ、セットの異常性の測定。結果被験者たちは D346981 人の命令のもと家を建築しました。8日のち、建築は完了しました。結論家は逆さまの部屋やループした廊下などの異常性を示しました。被験者は床として指定された箇所の上を歩くことができました。配管は完全に機能しており、重力を打ち消すための装置はありませんでした。使用セット SCP-1898-A7 と印を付けた SCP-1898-A7 の模造部品。被験者 D346706 実験目的 SCP-1898 セット以外の部品を SCP-1898 に混ぜ合わせることができるのか測定。結果 SCP-1898-A7 の模造品には小さな点を付け、SCP-1898-A7 と混ぜました。被験者は混入した部品について教えられていませんでした。被験者は組み立て始め、7分後に印のついた部品と共に型を完成させました。結論 SCP-1898 セット以外の部品でも非ユークリッド幾何学像を作成することはできました。使用セット SCP-1898-A7 の材料、形を元に作られた模造セット一式。被験者 D346707実験目的部品の形自体が異常なのか測定。結果被験者は一般的な方法で部品を組み立て始めました。被験者は他の実験ではなかった混乱の様子を示しました。1時間12分後、被験者はようやく非ユークリッド幾何学型を完成させました。結論異常性は部品の形にあるようです。しかし、被験者は混乱の様子を示し、以前のスモールセットの実験よりはるかに長い時間をかけました。ほい、1898、1添付された SCP-1898 の写真。入手以前の SCP-1898-B12。入手以前の SCP-1898-C8。入手以前の SCP-1898-C14。ここ以外に建物に異常性はなし。SCP-1898-C3。SCP-1898-A7 SCP-1898-A3 ほい、1898にたとえいろんな公共芸術の中に SCP-1898 のようなものを見つけても、それらは SCP-1898 ではないだろう。報告する前に問題の型を徹底的に調べてください。ただの像だけを見つけ出すためだけの資金など持ち合わせていないのだから。博士、